出してなかったすまどうぞそのまんまのドームがでも入ってたっていうちゃんちゃんと終わりすいません、あのうちら2曲しかないんであのアンコールがありません。
俺の人生土誇り風の今日の本来のメインはうちのリーダーの演奏ですから。
リーダーの演奏あなたなでした披露されて、でリーダーがあの練習小屋にリーダーってあの人ね、あの今あの白と黒のチェックのシャツ着てる人リーダーなんだ、リーダー俺も金があったよ、まあ今年が初めぐらいの練習場に集まるとこういうんですよ、最近ピアノ始めたんだよ、でもうピアノを右手と左手しばらく弾けるから、そうなんですよ、もうそれから90日ですよ、毎日も練習してるんですよ、90日間で、モーツァルトのような流れるようなピアノ間違いないです、で、歌詞は多分洋画ですね、あ、洋画ではないですね、まあ間違わせて何がモーツァルト皆さん、本当にリーダーの演奏のピアノの演奏はじっくり黙ってしまったんです何がもう素敵な曲が流れますから、もうそれを言いたくて今日私こうギターをカムフラージュでこれに立ってるんですよじゃあ、まあそれを期待して私ただの前座なんでさっさとやりますんで、次あのビートルズのですね、ファーストアルバムに入ってましたラブミードゥ、こちらの方やりたいと思いますので、もし聞き覚えのある方いましたら、まだコーラスとかね、皆さんもなさってください、本当にあの心細くてね、じゃあじゃあ行きますじゃあ本番I love you.
松浦さん、ありがとうございました。あの今日のメイン、松浦さんです。アンコールしていいのかい？あ、あります。アンコール、アンコール、アンコール、ありがとうございます。それを待ってました。じゃあ、嵐の18番18番あった。今、作りました。チカちゃん、チカちゃん、あの皆さん、あのぜひ盛り上がってください。大丈夫？盛り上がれる？おいえおいえもう一回、おいえおいえ、いくよ、おい僕の見たビートルズはテレビの中Oh,
実はですね、何年か前に100万馬力の皆さんを呼んで、うちの練習場というところがうちにあるみたいですけど、うちのリーダーの家の小屋の方でちょっと100万馬力の皆さんとかその他いろんなバンドさん呼んで、ちょっとパッとやった時があったんですね。でその時にサプライズでリーダーが誰にも言わないで練習してたら Let it be をね、こう一人で弾いて歌ったっていう時がありました。まあそれに妙に私感動しまして、まあじゃあ今回は学習発表会ということで、やったことないちょっとこうね、こういうキーボードとかやってみようかなと思ったんですけど、リーダーすいません、舐めてました。全然弾きません。いやいや、はい、あんまりうまくやられて困る。吉野に空気読んだんだよ、はい、すいません、後藤さんみたくうまくできなかったんで本当申し訳ないです。吉野大人だね。いやー、でも見た目はおこちゃまないけど、まあ、こうやってこうちょっとばっこう入れて間違いながらやってるんですけど、まあ、忙しいところを手伝っていただきまして本当にごめんすいません、ありがとうございます。吉野、俺も手伝うか、ぜひ手伝ってほしいんですけど、次まあちょっとうちのリーダーにリスペクトを受けまして、またちょっと井上陽水でもやってみようかなと思ったんで、少年時代でもやろうかと思ったんですけど、後藤さんちょっと少年時代パッと即興でやってもらえます？とりあえずうちのバンドもね、7年か8年ぐらいになるかと思うんですけども、まあ我々こうやってずっと楽しくやってられるのは、なんといってもリーダーと陽子さん、ご両家さんの協力があってのものと思ってます。本当にいつもお世話になってます、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。というわけで、今日はこの少年時代、リーダーに送りたいと思います。はい、それでは行きましょう。はい、おいえ。
消灯いきます。Thank you.
ラブじゃん。ラブじゃん。ラブじゃん。ひどい目に遭うからね。ラブラブじゃん。いや本当に。ラブラブでね。このハーモニーで直樹くん生まれたのね。ああまあそうです。そういうのあの俺がギター弾いてる時はいいんだけど、ピアノやってるとうんと引きげになって。普通はいやお父さんここがコーヒーだコーヒーで寝るなんて寄ってくると思うんだけど、全然勝手にやったらみたいな、あの工夫して同じ趣味をやるのはいいけど楽器は違うのやった方がいいで、なんだっけ朝が来た今日で終わった、今日で終わり、あそうなの、今日最初、そこのなんかなんかテーマソングっていうか365日の神マーチ、マーチ、うん、サンバー君、二歩下がって三歩、ワンツー、チンが、大丈夫、自分で言ってもらって、でまあそのね有名曲やんだけど、去年なんだっけ駅舎氷の駅舎でチャリティーコンサートの時やったんだけど、CD で出ねえのな、なんで出さねえんだべね。あの時点では CD 出してなくて、違う AKB の曲がもうトップインツンだかしてて、で花井君にはあの違う人が弾いてるやつ撮ってもらって、で練習したという経験。まあできますか。Thank you.
ってる人は知ってんだけど、そう頑張った頑張ったね、頑張った、まあ、俺がスタートラインで、あの馬力にもう10年以上ここに来てるんですけど、恥かくほどだけは覚えました15年のキャリアですよ。まあ、そしてなんか恥かけばかくほど頑張りたくなるっていうのは何なんだろうね。何なんだろうね。普通こんな人前で恥かくことやりたくねっつうの普通なんだけど、可動前にいや見つきになりますよね。あ、そう、うん、そうっすね。ベース弾きながらギター弾いたら、あー、それやってみます。ダブルネックベースギターのところで次何やるんですか。てっちゃんあと3分喋って、菊池さん喋って、え、ヒューさん、あのパンピンクがすごいのあったりした、そこに、いくらしたんすか。それだけ教える。いや、それは別としてどこに行くんですか。エアレディも買ったし、突如キャンピングカーバスみたいの買ったし、儲かってんの。いや、儲かってない。ヒューさん、ギターの話はよく聞きますけど、車の話ってほとんど聞かないですよね。あんま興味ないんで、俺今日車で分かんない。氷町の税務課の方聞いてたら狙い目です、菊池ね。儲かっても笑いが止まんねんって。儲かってはいないよ。でも、じゃあ奥さんの経理が甘いからじゃない。生々しい話、生々しい話得意だ。でも、菊池さんのギター談義はめちゃ、あのね、俺ギター教えてもらいました。だからあんななっちゃったの。そうなんですよ。そうだもん、そうだもん。聞く人が間違ってしまった。なんでも松浦さんに聞けば間違いない。だから木口さんに、俺も弟子、木口さんの弟子になりますからって言ったら、あんなギターになっちゃって木口さんになっちゃってる。いやいやいや、ギターはいいんだんない、うん、なんで用途出なかったの。なんでなのかな。反省会だから、とりあえず大丈夫？あと2分。普通喋ってるなんて、あの、でも、お子さんだったらね、めっちゃいい。あの、お子さんはまあ、まあ、俺も なとも言いますと、じゃあ何でも面倒くさい。うちで練習してるとき、料理とか出してくれるの。それ、けなしたらとてもねえよ。柱の後で。柱の後。と今度花わさびが今出てて、今日持ってくるの忘れちゃうんだべ。いや、このああいう辛いものって作る人で違うの、辛さで。なんでうちの神さんこんなに辛くできるのかと思ったっけ。人生辛いんだね。なんでご一緒と一緒になっちまったんだべ。人生辛いってどういう解釈していいか分かんないですよね。いや、甘くないっつうか。からしのつけるためにもらったんだべか。だったら最高だ。大丈夫なの。よし、はい、お待たせしました。俺の声でけえな。ああ、ちょっと次もうちょっと有名どこで。ラブホテルに行った話は今日はすいません。イングスのホテルカルボナーラにやってる。はい、thank you.
Thank you.
本当だね。ラッパ隊って今日あれだよね、トランペットだよね。トランペットでもできる。いや、まだまだだよ。まだまだ。まだまだ。何やん。ミソラヒバリやってるんです。あ、まだ吉井久蔵と何だっけ、細川たかし。そうですね。その辺やっておかないとやっぱり演歌ね。今日なんか違いますよね。そうだよ、てっちゃんの原因が MC ないよね、今日。おっさんだ、今日なんか、ね、あの今日 MC 綺麗だよね。農協のウェーベっていう直売所で、うん、英語の曲やったっけ、誰もいなくなったって話で。でも今日はいいよね、みんな新入社でも帰んねえから。あの、ごめんなさい、今日も連絡、直くんそこのさ、足元に青いファイル、赤いファイル、足元に赤いファイルあったら、それちょっと取ってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。いや、バイクこうやって入れると便利だね。どうだよね。すいません、キムちゃんの、なんだよ、車、キャンピングカー、キャンピングカー、はい、どこに、メガソーラーどこに、どこに奈良浜に3年くらいいるの。1年。ああ、そうか。離婚の危機で焦り。なんだ。別れにはちょうどいいよね。いや、RVA なんだって。RVA。いや、マルキタシャーバーズもだから1年くらいちょっと休まなくちゃいけないかな。ああ、じゃあちょうどよかった。俺が納得いいです。なんでもできっぴしたんだ、どの曲も。解散の時期じゃない、それ。あでもキャンピングカー乗ってれば固定資産でも払うことないんだろうしか。ない。でも車両税払う。あの、なんだっけ、ああ、ガソリン税と。船の上で生活してる人だとか。ボートピープル。フルシートに囲まれてる人だとか。だんだんそういう生活に。マフィさんもね。いいね。で、8人泊まれてる。あ、そう。マルカでしょ。いきます。いつまで？We'll be right back.
皆さん分かりやすい曲。あれこれラストじゃないですか。いよいよこれから違うの、はい、まだ出だしっすよ。そうそう大変っすよ。そう大変。今日は年越しライブだからかそろそろラーメン作るんだよ。でもあれラーメンうまいよね。あ、枝のラーメン。いや、もうそう思いますよ。商売されるんじゃなく。そうですよね。とりあえずあの10時半までね。そんなにあるんすか。花子さんあのちゃんとタクシーで帰ってられる。岩手から来てるの。本当に。そう。いや、マルちゃんのライブみたいで。アップキュンって岩手まで来てる。期間限定なんですか。期間限定は。このマイクはお酒止めですもん。もうなんでさ、なんでさ、なんだろう。めっちゃフレッシュそのままにもちつない。そんなオーダーあんまりとか。おかわり。おかわり。おかわり。ここって不思議なシステムになってて、ね、出演者が1000円払うんです。出演者が普通のライブハウスはなんかバンドリンク付きで1000円はお客さん払うんだけど、社長変わってるんだよ。普通3000円ぐらいでしょ、ライブハウス。なんか岡林信康が来るとか。えっ、なんとかカフェ。今でもやってんじゃない。あれ、後藤哲さんがやってるのかい。あの人は亡くなったな。ああ、やっぱりね、洋作家だった。ご収集さまです。亡くなってから勝ち出る人もいいんだね。生きてる間は甘されてばりなんだけど。ありがとうございます。明日、大丈夫です。じゃあ、家にだ。はい。なんでみんな飲むかちょっと飲みながら練習してくからさ。飲まれたチャンス。じゃあ、青空いきます。はい。
ありがとうございます。ようやくなんか分かる曲っつうか日本語の歌になったね。なったね。いや今日外人いなくていいよここにあの社長馬力の経営者の社長の妹さんは英語の教室やってるね。で旦那さんがカナダ人だけど時々来んだよ。歌わなくなっちまって、ま、なんかヤルマの中学校の先生だからかジャマイカに来てるね黒人っていうかもう田中行ったな田中に行ったのって言ったでも時々戻ってこるんですかよ。ああひょっこりね。ああひょっこりアイスと来た時は美空ひばりとかI was speaking English とかつって吉井くそやったね。ああ、はい、そうだね。あのちょうどいいね。岩手から来てる、まあ、うちの JA の新職員の花子さんに送ります。おぉかわいい人かわいいね。かわいいよね。Thank you.
と飲みすぎた。うん、けっちゃん、いつもの調子出してね。いつも通りだからいいと思うよ。こんなもんだから。いや、もうピアノに集中して終わったらはもうハメが外れたっていうか、もう何やってもいいかな。でも、ステアウェイトヘブンもちょっと手強いかもしれない。じゃあ、花子さんも知ってるという。ハイローズ。ハイローズ。ハイローズは何だったの？え？誰だよ、これ。マジ？やっぱり俺が。でも、捨てがたいんだよね。音程外してから入るもの、なんとも言えない魅力的な。わざと外せないの、俺が。たぶん曲の出だしあれだよね。で、今年もなー次は今年もなーウィッ今年もなそれ今年もなぁ
そうよ、そうよ。来年まで待ってらんねん。そうよ。今日の客が上がってるね。